はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら行ってみたいと思います。はい、登場しました、今月の新作の富家たちです。はい、今月のね新作はですね、まずねナンバーが24番が鈴木ソリオですね。こちらがね初回特別仕様がね同時に発売されまして、通常が白で初回がブルーですね。いや、どんな感じの仕上がりかも非常に楽しみですね。でこっちもめっちゃ楽しみなんですよね。ナンバー31番のトヨタカムリスポーツ覆面パトロールカー、僕が大好きなね働く車の覆面パトロールカーです。もうどっちもね素敵な車両になってると思いますんで、さあではでは見ていきましょう。あ、そうあとねこれ、前回のね動画でもねちょっとお伝えしたんですけど、これ今回ね入れ替えで廃盤になっちゃうねトヨタのカローラツーリングですね、ナンバー24番の分です。これが僕保管した分ね、ちょっとこのボンネットのところとかね、ちょっと塗装がちょっと浮いてきてて傷み始めてたんで、予備ね買ってきました。で今回新車シール付きの言ったら発売当初のやつをね見つけたんで、まあ、ある意味ちょっとね、ちょっと実験的な要素でこれ買いましたね。言ったらまあ同じぐらいにね、製造されてるもんなんで、ひょっとするとこれ傷んでるかもしれない。傷んでたらね、シールなしの分ちょっと買おうと思うんですけど、これ。ちょっとその辺の検証も今回ね、一緒にね、見ていきたいと思います。さあさあ、それではね、まずは鈴木のソリオから行きましょうか。ではね、通常版の方から参りたいと思います。いやー、登場しましたね。ではでは行きましょう。まず1台目ね、ナンバー24番の鈴木ソリオの通常版です。スケールはね、60分の1で、結構大きめですね。で、ギミックはね、サスペンションのみです。ではでは開けていきましょう。ちなみに箱はちょっとこう大きめのサイズのものになってますね。さあではでは参りたいと思います。60分の1だからまあそこそこちょっとこうごついというか大きい感じするんですけど、ではではね実際はどんな感じでしょうか。では行きましょう。さあ皆さんご一緒に、そっそっそリオですよ、そっそっそリオ、はい。お、結構迫力満点だこれ、すごかっこよさそう。ではでは行きましょうか。お、すごあ、でも造形とか結構うんいい感じじゃないですかね。行きましょうか。わ、色もいいね。さあさあ、それではねちょっと見ていきたいと思います。まずね全体見てみましょうね。はい、ざっくりとねこんな感じです。なかなかねほんと率直にパッと見はすごくねいいのかなと思いました。印象がいいですね、かっこいいね。で顔の部分ねちょっと細かく見ていきましょうか。まずはいこんな感じのね作りになってます。まあヘッドライトしっかりとこちらね今回クリアーパーツですね、こんな感じでかなり透明度の高いね形もしっかりしたねクリアーパーツがはめ込みされてます。でグリルの周りはちょっとこうねだんだんとこうなってて、シルバーの塗装ですね。でエンブレムはあるのかな、ちょっとちっちゃいな、後で大きくして確認したいと思いますね。でグリルの下のところここは、ね、ちゃんとこう細かくね作られてます。まあ結構いい顔つきですね。でピラーのところとかのこう黒塗装が入っていると。で通常版はパールのホワイトです。こちらがね結構非常にねこうパールが強めというかかなりね鮮やかなカラーですよね、美しいと思います。ぜひね手に取って、ね、確かめていただきたい、そんな色味ですね。うん、で側面見ていきましょう。はい、横ねこんな感じですね。やっぱスケールがね60分の1なんでかなりほんとねこうずっしりというか迫力がありますね。側面のねこの顔もすごいと思います。横顔がねまたかっこいいのよね。でこのねボディのこのラインとかもほんとねしっかりとこうね作られておりまして、非常にね素晴らしいのかなとは思います。でホイールタイヤはこちらはねスタンダードタイプのものになってますね。で後ろですね、テールの部分ですが、はいこのようになっておりまして、でレンズとあとここのガーニッシュのところかな、ここはシルバーの塗装仕上げですね。エンブレムはないです。でこの右下のところにはソリオのロゴですかね、このようにプリントで書いてあります。でリアガラスはこちらは塗装仕上げですね。でまあこれぐらいの大きさあったらね、なんかちょっと開閉のギミックとかねバックドアのなんかつけれそうな感じもするんですけどね、余裕がありそうな感じするんですけどね、ちょっと頑張ってほしかったなとその辺ねちょっと思っちゃったりもします。もうほんと結構ね内部の構造には余裕がありそう。で反対側の側面ですが、はいこちら側もこのようになっております。まあ塗装も形もしっかりと美しいね、かっこいいです。で上から見てみると、はいルーフのね造形もかなりしっかりと作られてますね。で底の部分はと、はいこのようになっておりました。でまあまあ結構底の部分も割とこうフラットな感じですね。でこの車両はねギミックの方ですが、サスペンション機能のみがついてます。はい、ということでこちらまずね1台目ナンバー24番の鈴木ソリオでしたが、ほんとスケール感がねしっかりとしていてね、ほんと後ろのねもうバックドアがこう開くか、まあスライドドアがね開いたりするねギミックがあったらね
もうめちゃくちゃ100点満点だったと思いますね。まあでも本当よく作られてると思いますので、これでもまあ十分に楽しめるものになっております。いや素晴らしい車両になっておりました。さあではでは続いてそのソリオの初回の方ですね。はい、こちらも見ていきたいと思いますが、スケールとギミックは同じですね。でまあ多分色違いだけだと思うんですけども、ではねこの青い感じにねどんなブルーなのか、では確かめていきましょう。まあソリオの初回は正直な意見を言うと、そこまで多分ねまあ焦る必要はないと思うんですけども、言ってもまあ初回特別仕様なんで、まあこの時期しかね手に入らないんで、もしこれ動画見てね気になった方はちょっとね、まあ一応早めにはね手にしておいてください。まあといってもまあコレクターの方はね必ず買うとは思うんですけどね。では行きましょう。あ、結構明るめのブルーですね。おー、あーいいね。これもまたちょっと印象が違って、うん、かっこいいんじゃないですか。さあさあ、それでねちょっと見ていきたいと思います。まずこちらもね、はい、全体的にはこんな感じです。かなり鮮やかなパールのブルーですね。うん、これもあのボディがよく似合ってるのかなと思います。このね K のスケール感だからこそこう似合うカラーなのかな。大きい車だとねこんなに鮮やかなブルーってちょっとね可愛らしすぎてね似合わないと思うんですけど、うん、ソリオだから似合うね色になってるんじゃないかなと思います。で顔の部分ね、まあ通常版と同じですね。作り的にはねヘッドライト、こちらクリアパーツですね。しっかりとこちらもはめ込みされてまして、グリルやねこのバンパーのところの造形はこんな感じと。でピラーも同じく黒に塗られてますね。で側面見てみると、はい、このようになっておりまして、まあ色違いですね。まあでもこちらも非常にかっこよくね可愛く仕上がってるのかなと思います。で後ろテールの部分ですが、レンズの塗装とかの塗り分けとかも同じですね。ちゃんとねロゴもプリントで書いてあります。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこのようにねしっかりと作られておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分は、はい、このようになっております。でこの車両もですね、はい、ギミックの方はねサスペンション機能がついてます。はい、ということでね2つ目こちらね、ナンバー24番の鈴木ソリオの初回特別仕様でした。ではね通常版とちょっとこう並べてみますが、あーいい絵ですねこれね。うん、なんかとてもね本当あの可愛い、両方ともね本当素晴らしいね仕上がりになってるのかなと思います。まあ、僕はねこのねカラーで言うと好みはね結構通常版のパールのホワイトもねかなりね僕はこうなんか引き締まってていいのかなと思いますね。うん、なんかかっこいいですね。まあ今回は通常版がかっこよくて、初回がなんか可愛いといったなんかそんな感じの印象を受けましたが、まあ、皆様ねどちらがお好みでしょうか。もし気になった方はぜひね、まあ、特に初回の方ねお早めにね手にしてみてください。で先ほども言いましたが、はい、こちらですね、今回廃盤になってしまうねナンバー24番のトヨタのねカローラツーリングです。こちらはね2年という期間で、ね、短かったんですけども、今回入れ替えで廃盤になっちゃうんで、気になった方はぜひねお早めにこちらもね手に入れておいてください。ちなみに初回特別仕様はパールのホワイトでした。さあさあ、それでは、ね、続いてね覆面パトロール艦の方もね見ていきましょう。さあではね2つ目、はい、こちらナンバー31番のトヨタカムリスポーツ覆面パトロールカーです。スケールはね64分の1で、ギミックはねサスペンションのみです、ね、パールホワイトのかっこいいね覆面パトカー。さあではこちらもねちょっと見ていきましょうか。あとで通常のねカムリスポーツともちょっとね並べて比べてみますね。多分ベースは同じものだと思います。さあさあさあ、ね、では開けていきましょうかね。色はどうでしょうね、パールのホワイトなのかな。まあ覆面だから結構控えめのね白かもしれませんけどね。ではでは出して確かめていきましょう。なんか袋がすごい厚いぞこれあ、こうやって一番上の部分をあれ保護してくれてたのかな、この部分をね。かなり大きめのタイプの袋に入っております。すごいねこれ緩衝材の役目も果たしているかもしれませんね。袋でか本当に大きいで、あ、いいですね、本当かっこいいと思いますが、さあさあ、それではちょっと見ていきましょう。まずこちらもね、はい、全体的にはこんな感じです。もうね素敵なね覆面パトロールカーですね。うん、もう僕はかなりもう好みですねこちらね。でフロントからね細かく見ていくと、ヘッドライトはねシルバーの塗装仕上げで、エンブレムがちゃんと、はい、このようについてますね。でグリルの周りの造形もバッチリなのかなと思います。でボディからね結構鮮やかですね、かなり光を放っているパールホワイトでした、かっこいいですね。で覆面パトロールカーということで、こちらに赤の赤色灯がこのようについてます。これがまたかっこいい。で側面見てみる
と、はい、こんな感じで、こちらもねボディラインですね、形状しっかりとね使えてます。非常に美しくてかっこいい。でホイールはシルバーメッキのスタンダードタイプですね。いいね、面パとかやっぱかっこいいですね。で後ろテールの部分ですが、はい、このような感じです。レンズはね赤とシルバーの2色でしっかりとこうね形デザインが塗り分けされてますね。結構塗り分けもほんと綺麗くてね、なかなか締まったテールになってます。で真ん中にはトヨタのエンブレムもちゃんと入ってます。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこのようにバッチリと作られておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっておりまして、でこちら表とですね、ベースの方がナンバー100番の2019年のですねエスケラ64分の1のトヨタのカムリとなってます。でこちらの車両ですね、はい、ギミックの方サスペンション機能がついてます。はい、ということでこちらもね素晴らしくかっこいい仕上がりになっておりました。ナンバー31番のトヨタカムリスポーツ覆面パトロールカーでした。ではちょっとねちょっとベースと比べてみましょうかね。はい、こちらが、おそらくベースになっているナンバー100番のカムリースポーツです。さあではねちょっと見比べてみましょう。はい、このようになっておりまして、まあまあ本当形一緒ですね、色違い、そしてねルーフの部分のこの赤色灯があるかないかかな。あとでもエンブレムがこっちの、カムリスポーツはですね通常タイプですね。今回の覆面パトロールカーはこのハイブリッドタイプになってます。青になってるんでここがちょっと違いますね。でヘッドライトの形状とか塗り分けとかはまあ同じかなと思います。ちょっと側面見てみましょう。はい、横見てみるとこんな感じ、形一緒ですね、全く同じです。でテールですが、はい、こちらもですねレンズの塗り分けとかも同じような形になっております。で反対側も一応ね見ておくと、はい、こんな感じになっておりまして、で上ですね、まあこれ色の次にね決定的に違うところが、まあ覆面パトロールカーでね赤色灯がついてますね。で底の部分はと、はい、もうこちらはね全く同じものになっております。まあということでね、ベースだとも比べてみましたが、なかなかね、ベースの車両がちょっとね廃盤なので、もしねカムリスポーツを持ってないという方は今回ねぜひ覆面パトロールカーもねこちらも手にしてみてください。このバリエーションの登場はまあ嬉しいところですね。さあさあ、それでは、ね、続いての車両もね行ってみましょう。おっと、続いていく前に忘れてた、はい、こちら入れ替えでね廃盤になっちゃうのがシボレコルベット ZR1 です。まあ、こちらはね約3年ですかね、3年で廃盤になってしまいます。これもねまあ非常にかっこいい車両ですね。気になった方はぜひお早めにね買っておいてください。これに関してはちょっと売り切れが目立つんで、もし見つけたら本当お早めにですね。ちなみにギミックはサスペンションとドアの開閉もしっかりついたね素晴らしい車両となってます。さあさあ、それでね続いての車両も行ってみましょう。さあさあ、それではですね続いてねちょっと今回ついでに検証ですね。最初にも言いましたが、2年前に発売日に買ったこのね車両が、まあ、塗装が傷んじゃってるんで、予備というか、まあこれ代替えというんかな、まあ売ってたんでちょっと買ってきました。一応シールありとなしの分どっちともあったんですけど、まあちょっと気になったんでね、傷んでないか気になったんでこっち買っちゃいました、まあ、なのでこれ開けてもし色が浮いてたらちょっとまたね新しい方をちょっと買おうかなと思っております。さあではちょっとドキドキするんですけどね、では行きたいと思いますね。どうでしょうね、綺麗な状態でね残っているんでしょうか。新車のシールが貼られてるんでね、まあ多分本当発売当初のものだと思うんですけども、では行きましょう。どうだ、気になるね、どうでしょう、行きます。ディン、どうかな、どうかな、お、怖いな、ちょっと怖いけど、なんかね、どうでしょう、どうでしょう、どうですか、ちょっとビニールがついてたところが、わかります、ここ今ね、ひっついてたところがね、若干こうビニールっぽいのが残ってんのよ。だからこれ、多分これ自体はなんかコンパウンド系で磨いたら取れそうな気もするんですけど、まあまあまあこれはまあ長年くっついてたら仕方ないのかな。で色も浮き、あーでも浮いてるかな、ちょっとザラついてるな、これひょっとすると本当になんか前回の動画のコメント欄でもいただいたんですが、なんかカロラツーリングの初期ロットっていうか最初のロットはね、どうも色が若干弱いみたいなので、どうやらこれもあかんねちょっとね傷んでるわ、僕の中ではね変な言い方すると期待通りというか
あーみたいな感じなんですけども、いやこれはちょっととりあえず買ってみて検証してみてよかったのかなと思います。まあ、なのでちょっとシールなしが余ってたらシールなしの方も買って、またそれもね、まあ、動画にできたらねしてみたいのかなとは思います。まあということでちょっとね、まあ、塗装のねことがちょっと気になったんで、まあ、同じようにまあ初期ロットに近いものを買っちゃいましたが、塗装がちょっと弱かったなという感じなので、もしあの購入される方はね、まあ、こんな言い方するとあれなんですけども、全部が全部ではないと思うんですけど、まあ、なるべくあの初期ロットじゃないのを買った方がいいかもしれませんね。普通の方も普通に買ってこなかったね。ごめんなさい。ちょっと気が利かなくて。まあ、でも、購入される方はぜひね、ちょっとね、参考になればいいのかなとは思います。はい、ということで、今回はですね、2022年5月のね、新作のトミカがね、登場したので、それぞれ見て、あと廃盤とかね、関係あるトミカちょっとね、見ていきましたが、さあ、皆様的にいかがだったでしょうか。まず新作はですね、まあ、ほんと、ソリをね、まあ、ほんと、後部のね、ドアの開閉のギミックね、さあ、あればね、まあ、めっちゃね、満足だったんですけども、でもまあ、でもほんと、しっかりとね、よくできたね、車両ですね、とてもね、かっこいい、かわいいね、素晴らしいね、ミニカーなっておりました。で、覆面パトロールカーね、まあ、こちらもね、もう、想像というか、予想通りね、こちらもね、いいね、働く車でしたね。素晴らしいバリエーションだと思います。廃盤になってしまう、あ、ちょっとこれ仲間入れとこうかね。当たっちゃった。これ初回ですね、シボレの初回ですけども、まあまあこの辺のね廃盤車両もね、まあとてもね素敵なね車両たちになっておりますので、もしね気になる方いらっしゃいましたらね、まあぜひねこちらねお早めね手に入れてください。まあさっきも言いました通り、このカローラに関してはまあちょっとね塗装だけ気をつけた方がいいのかもしれませんね。最近購入された方とかねいらっしゃいましたらね、コメント欄でね情報共有とかねしていただけるとね、皆さんもね参考にしやすいと思いますんで、ぜひねよろしくお願いいたします。で今月はね、あと呪術廻戦とかブラーゴですね、であとドリームトミカのまた忘れたあの猫のやつ、まあ、そういった車両もありますので、またね手に入れ次第ね動画の方で出しますんで、楽しみにね待っていてください。まあ、ということで今回はねこの辺りに終了だと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコミュニティ評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あと Twitter やねインスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回はね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。